ここが本館、ホテルみたいな綺麗な建物だね。図書館も広々として綺麗だね。7号館には大学院に研究棟が入っているんですね。5号館は私が一番よく使う建物かな。学食の南東部では学生がアルバイトとして働いています。基本メニューは300円、定食メニューでも500円と、テストが美味しいよね。綺麗な中庭だね。ここにいると新宿にいることを忘れてしまいそう。ここでランチしている人もいるよね。各2年間では先生たちがいろいろな研究をしています。学生会館は綺麗で設備が整っているから安心だね。ここは相模高度。ここで入学式に参加したのを思い出す。